キチャンネル。こんにちは。月曜日、総チェック。はい、もう疲れてテンション上がんないっす。っていうね、月曜日の朝です。なぜならですね、あ、ご来場いただいて皆さん、ありがとうございます。ね、このさつざきチャンネルの冒頭の告知にもありますけども、土曜日、大阪昼公演。終わった瞬間、伊丹から仙台に飛行機で移動して、夜仙台公演。終わったら、次の日早朝、仙台空港から羽田に飛行機で飛んで、なぜなら新幹線が今、普通だから、ね、でそこから横須賀に行って昼さつざきライブ横須賀公演 2days3live っていうねところで、昨日元気だったんですけど、佐々木朗希が完全試合してですね、取材の依頼がバンバン来てですね、それに夜対応ね、あ、 SNS 見てますよ、早く出せさつざきチャンネル、佐々木朗希完全試合、佐々木何やってんだ、早く出せ、待ってます、暇じゃない、そんな暇じゃないんだよもう疲れちゃったよ、しかも他の試合も見なきゃいけないんだよ、で今日総チェック1時間喋るんだよ、まあ待ちなさい待ちなさい、今日からこっからですよ、ね、さあテンションね上げていきましょうね。中日ファンの皆さんも DeNA ファンの皆さんも週末全く試合ありませんでしたけど見てくださいね、見てる人しか届かない声ですけどもね、佐々木朗希の完全試合の解説入ってますから聞いてくださいね。タイガースファンの皆さん、まだ1勝ですけども頑張っていきましょうね。まだまだ試合始まったばっかりです、たかが10分の1が終わったばっかりですよね。眠れる虎よ立ち上がれ、ね、はい、いきましょう。まだ何もやってないんですけどね、前説投げよっていうね。さあ行きましょう、まずはセリーグから。阪神対広島、8日3対3引き分け、9日1対9広島、10日1対0広島、広島の2勝1分けということで、この週末終わって、まあ、この週末終わって全球団、まあ、ドラゴンズとベイスターズは週末試合がなかったんであれですけど、まあ、日程スケジュール上はもう1周したっていうところでカープ1位浮上。おー、いいね、お立ち台で上本さんがね、再開予想が多いですけど頑張っていきましょうっていうね、いい心構えです。それを狙ってました、わざと。だから5位予想してたんです、わざとです。その奮起をね、広島の皆さんが持ってくれるようにわざと下位予想にしてましたっていうね、言い訳をしてからのスタートになりますけども、3対3引き分けということで、まあこちらはね、4時間55分の試合、本当にねグッゲーム、ね、両チームね、広島先発大瀬良6回91球8安打5三振1失球3失点と、4、5、6回ね、このここ1失点ずつよく踏ん張ったなっていうね、まあ、4回もね、まあ、大山のねホームランで行って、で、5回もワンアウト2、3塁から糸井のね犠牲フライで行って、でその後ね、佐藤のセカンドゴロ、菊池エラー、逆にレア、見てて若干嬉しくなるね、もうファインプレーが多すぎて、ミスしないんだろうと思って見てる中で、ああいう若干簡単なやつをエラーする、逆にレア、ね、菊池も人間、ね、ほっとします、はい、でね、その後ねピンチ作るも大山をねファールフライに打ち取って、ね、ピンチをしのいで、で6回も2アウト2塁からね、ロハスにタイムリー打たれますけれども、ね、しっかりそれを走塁でねアウトにして、こういう守備力ね、カーブ、ここがねやっぱ1位にいる証ですよね。でしっかりねこの1失点ずつで踏ん張ったっていうところも大きいかなと。で阪神先発藤浪4回86球5安打2三振4四球3失点と、まあ、藤浪の場合はもう投球術というよりもガーンと投げてドーンと落とすみたいな、もうそれ対応されたら、まあ、正直もう終わりです。相手にね合わせるとかコーナーついていくとか弱点ついていくっていうのはね、もう藤浪の投球に多分無理なんだよね。だからもうドーンと投げてドーンと落とすっていうね、でそこでもうその力がね上回れたらいいピッチングになるし、上回れなかったら悪くなるっていうところでね、まあ、フォアボールも若干多かったし、ちょっと厳しいね試合展開になりましたね。でカープの最近のいいところね、先ほどヒーローインタビューで上本選手の話をしましたけども、このね上本から西川へのホットラインね、8番上本ね、1番西川でね、2回表上本ツーベースからの西川まで回ってライトへタイムリーで、4回表も上本フォアボールからの西川回ってタイムリースリーベースで1点っていう、このホットラインがね生きてるっていうところも、こう下位から上位へっていうね、この打線がつながるっていうところも今カープがね首位にいる要因かなとね。
で阪神、まあ、今季ねこの試合完全な負けパターン、1回2回4回と3失点して、もうこれは完全な負けパターンから、先ほども言いましたけど4回裏ね大山のホームランからねしっかり同点まで追いついたっていうのはいい傾向だったね、これ金曜日の試合で。しかも両チームねリリーフ、広島はね、堀江、中崎、島内、黒原、菊池で栗林で、阪神も桐敷、浜地、小川、アルカンタラ、岩崎、湯浅、馬場っていうね、このリリーフ両チーム非常にグッとよく踏ん張ったってね、阪神はこのリリーフを自信を持って戦ってほしいってね、こう書いてんのよ、ここには書いてんだけど、次の日ね4月9日1対9で広島ね、1対9ね、前日延長で広島はね、まあ、阪神もそうだけど7人投手リレーでね、しかもナイターデーっていうところで、広島森下9回完投133球7安打8三振2四球1失点と、まあ、見事なピッチングね、あの立ち上がりピンチもあったけども、森下っていうタイプを考えた時にこう軽く投げてバランスでキレを出して勝負していくタイプかなって去年まで思ってたけども、なんと剛腕タイプ、ちょっと凄みを感じるような立ち上がりだったね。ちょっと力強さっていうのと球の勢いっていうのがチュンっていうよりのドーンっていくような感じに見えて、まあ、本人もねヒーローインタビューで言ってたけども、リリーフ使ったんで投げ抜く気持ちで、投げましたと、まあ、その姿をね立ち上がりから見せたなと。で終盤、ね、から後半に、あ、中盤から後半に向けては昨年のようなちょっと軽く投げピュッてね切れ味っていうところの投球に、まあ、変わってきましたけど、まあ、それは疲れもあったのかも分かんないけども、前半のあの剛腕タイプの腕の振りっていうのは今まであんまり見なかった。しかもそれがバランスを崩れて出るパターンはあったけども、バランスもいい中であのピッチングフォームの剛腕タイプっぽい感じが出たっていうのは、また新たな森下像が見れてちょっと嬉しかったですね。で広島はね2回、3点この先制っていうのがね結局大きく効いたかなと、まあ、坂倉センター前ね、で相澤送りバンドで、堂林が、レフト線タイムリーツーベースで、上本がライト前ヒットで、森下がねスクイズ成功っていうところでね、ここがポイントですね。ワンアウト一三塁からバントの構えしててね、まあ、これ普通に考えたら、あ、ピッチャー打席ワンアウト一三塁、まあ、次調子のいい西川、じゃあファーストランナーをセカンドに送りバントしていきましょうっていうねバンドかなって思いきや、バンドからのセーフティースクイズね、グッて、もう作戦も冴えてる、去年とかほぼ見れなかったこういう作戦で、しかもこの中で一番ちょっと問題点あったのが、あの全く無警戒のファースト大山っていうね、まあ、もちろん1、3塁だからファーストにランナーいるからファーストベースにつかなきゃいけないから、まあ、出だしがね遅くなるのは仕方ない、ファーストにランナーいなかったら若干前めに守ってそこからスタート切れるっていうね状況だけども、ファーストにランナーいるから出だしが遅くなるのは仕方ないけども、多分ほぼほぼ全員が阪神、あ、これは普通の送りバントで2、3塁にする方法だな多分思ってて、出足が鈍すぎるね、これはね痛いね、もうちょっとそこら辺もね誰かが警戒してあるかもしんないよみたいな感じでやってれば、あんな簡単にセーフになるようなことでもなかったし、あのピッチャー秋山もね、キャッチャー梅野はファーストって言ってんのにそれ無視してホームへ投げてくるっていうね、で楽々セーフバーッと、だからそこのもう意思疎通もできてない、あと信頼度なのかな、ファーストって言ったのにホーム投げてくるんだよ、で楽々セーフよ、なんでファースト投げないんだっていうね。で結局そこでランナー残ってワンアウト一塁になって、その後のね西川のタイムリーヒットっていうところが、生まれてるんでね、そういったところも、まあ、大きいよね。で三失点で3回表でマクブルームこう内野安打で、坂倉フォアボールで、相澤レフト前ヒットで、ノーアウト満塁から堂林、上本アウトになるけども、森下のタイムリースリーベース6対0、まあ、これでほぼ決まったんだけども、まあ、ここにもちょっとね言いたいことがある。初球ストレートストライク、続けてストレート甘め右中間抜けるタイムリースリーベース走者一掃、前日までよ森下8打数4安打5割の打率、簡単に行き過ぎっしょそれを、ワンアウトワンストライク取ってほぼほぼ同じ甘いところに投げる、もう打ち行くとか変化球混ぜるとかやっていかないと、もう打たれるべくして打たれてるよね。そういったところはねもうバッとね、だから阪神はもう序盤のね大量失点でもう攻めてなしっていうね、もう唯一光る材料は5回ね
高山が2年ぶりのヒットっていうね、まあ、こういったところで新しいね、今までなかったようなところが打って活躍してチームをね、活性化さそうっていうところではね、いい感じかなって思って、4月10日見たらね、1対0で広島の完封勝利っていうところで、広島遠藤ね、7回3分の2、103球、5安打6三振、無四球無失点と、あの球持ちがめちゃくちゃ良くて、まあ多分手足長いんだろうけど、より手が腕が長く感じて、多分前で結構話してると思うんだよね。すごい球持ち良かったから。だからバッターはその感じで来ると若干思ったよりも差し込まれてると思う。で、まっすぐカーブスライダーチェンジアップと緩急もついて球持ちいいし、腕長さ生かしてしっかりボールを長く持って切れ味も鋭くっていうところでね、しっかり0点投げ切ったからと。で、1点はね、2回表マクブルームがレフト一発っていうね、インコースこっちに回転でね、阪神関係ね、前回初登板ちょっとピリッとしなかったですけど、今回はね、7回87球3安打3三振、1失点というところでね、まあ、あの打たせてるピッチングで球数も少ないし、まあ、でもこれは見殺しになっちゃって、ちょっと阪神としては攻めてなくね、2勝1分けで広島の勝ち越しっていう展開でした。広島首位浮上です。はい、さあ続いてね、佐々木朗希まだかって、いやまだなんですよね、順番あるっす、順番がね、こちらもね、まあこの順番がね、あの僕が全部決めてるんですけどね。続いて巨人対ヤクルト、4月8日2対7でヤクルト、9日3対2巨人サヨナラ勝ち、10日1対2でヤクルト、ヤクルトの2勝1敗の勝ち越しってね、いうところになりましたけども、4月8日2対7でヤクルトね、ヤクルト先発原、6回3分の1100、うわ自分の字が汚い、100球です、106かと思ったら100球でした、自分の字が汚いね。6回3分の1、100球、6安打、1三振、2四球、2失点と、まあ、対右のやっぱ外が、アウトコースが安定しているからこそ、あのシュートがね、生きるっていうところで、まあ、スライダーシュートの幅を利かす投球っていうのは非常に素晴らしかったかなと。しかもこの試合ね、あのカーブ、チェンジアップっていうところを有効的に使ったからと。で、やっぱバッターは、やっぱスライダーシュートっていうイメージがあるから、やっぱ対応そこ悪くなるんですよね。でもその代わり、まだまだこの、チェンジアップカーブが有効的に使ったんだけども不安定なの。だから7回はね、チェンジアップ、あのカーブでストライク取れずね、ちょっとカウント不利になってこの失点っていうね、あのところにつながったっていうね、この先頭の岡本もね、ボールボールボール3ボールになってストライク投げていって、そこ思いっきりね勝ち込まれたっていうところも、やっぱカーブとかでねカウント取れずにそこが苦しくなったっていうところもあるし、でその後丸のフォアボールっていうところもね、若干ここがもうちょっと安定したらもっとすごくなるかもわかんないね。その中でもやっぱこのね、6回3分の1、2失点っていうのは非常にグッピッチね。で、巨人菅野、5回表にね、青木の打球足を出して当たり交代ということで、まあ気持ちもわかるけどもバットだね。で、まあロッテでもね、小林弘之がよく足出して止めてたのよ。でもあいつすごいサッカー得意で、だからすぐ足出すんだよね。でもやめろってみんな言ってたんだよね。あと怪我したら終わりだぞっていうね。でも足出しちゃう本能かもわかんないけども、でも次回ね、登板とか飛んじゃったりしたらチームにね、迷惑かかるっていうところで、気持ちはわかるけど、バッとね。で、ヤクルト、ね、塩見サンタナ、欠場の中で代役が大活躍。まあこうなってくると強いね、チームはね。で、センターはね、塩見に代わって太田、ね、守備ではポランコのね、フェンス際、ジャンプキャッチ。ね、打っても、5打数2安打、5回表は試合を決める回になった、先頭でね、センター前ヒットっていうね、2回1点、4回1点、で5回ね、3点取るんだけども、太田のセンター前から青木をね、今言った、菅野のピッチャー、強襲の内安打、山田はアウトになるけども、村上ね、センタータイムリーツーベースから、そこからライトね、サンタに代わって、今季ね、初スタメンになった宮本、2打数1安打2打点、ね、っていうところでもね、すべてにね、この2回、3回、5回、すべての得点機に関わるっていうところで、5回ね、今言った村上、ね、センターへのタイムリーツーベース打った後に、ワンアウトに3塁からライトにね、タイムリーヒットで2点追加っていうところで、勝負が決まる、しかもね、あの2回の先制点も、村上ヒットで出て、ま、宮本がしっかりバントで送った後の長岡、ね、タイムリー、で4回でもワンアウトね、1塁から宮本がね、デッドボールで長岡アウトになったけど、オスナがタイムリーっていうね、この得点機に全て関わっていく、ね、これ代役出た選手の活躍してくると、やっぱりチームはね、いい方向に流れていく、この太田と宮本の活躍、グッチ、ね、でこの試合はね、やっぱりリリーフの田口、ね、グッチ、ね、7回裏ね、石山がちょっと打球ね、頭かすめて直撃して、降板した後でワンアウト1塁ウォーカー三振で吉川セカンドゴロっていうね、緊急登板になったけどもグッドリリーフ、ね、
で9日、3対2で巨人サヨナラ勝ちっていうところで巨人ね、初先発新外国人選手のシューメーカー6回3分の2、83球5安打5三振3四球2失点とね、正直見た感じそんな凄みは感じなかったけど、まっすぐツーシームカーブスライダー、スプリットっていうところがね、同じ腕の振りでこう投げて動かしてくるっていうところでバッター若干戸惑うかなっていうね、しかも初対戦っていうところでそこ対応しきれずっていうところもかなり大きかったと思うから、ちょっとね経過観察です。評価は次回持ち越しね。まあでもね、初登板としてはいいピッチングしたと思います。でヤクルト先発岡は6回107球6安打3三振1四球1デッドボール2失点、まあ立ち上がりね球高かったんだけども、まあその後丁寧に投げたかなというねところです。で巨人はね、まあ結果サヨナラ勝ちしたんだけども、1回2回3回8回ここで打ってたらもうね、あのすっごい楽な展開、まあ、勝ってたから良かったけどね、この、初回1点取ってんぞっていうのはあるけども、ノーアウトね2、3塁からポランコのショートゴロ間に1点あげるけども、そのアウトワンアウト3塁でね、岡本フォアボールで中田丸がね連打続かず1点止まりね。で2回ここもねセンターウィーラーツーベースで出るけどもね、で大城がね、セカンドゴロ進塁打打つけども、シューメーカーの時に古賀ピックオフプレーカット、あれすごいね。でもああいうのちゃんとやんないと巨人は。でもあの古賀のねあのナイスプレーは非常にビッグね。で3回、2アウトからポランコライトへツーベースで岡本デッドボールで2アウト1、2から中田のショートゴロで得点なし。で8回、ポランコがねライトへのツーベースで岡本はファースト空いてるから敬遠で代打松原送りバント失敗バーッと、ね、でその後丸三振ウィーラーサードゴロっていうところで、ここでねもう1点取ってたらすごい楽な展開だったけども、まあねまあ、結局勝ったからよかったけどね。でねよかった、ヤクルトリリーフ田口ね、7回ピンチでね高リリーフっていうのは非常にグッ、田口のリリーフがすごい ね、 ね、うん、田口の活躍にビッグ。で10回裏ね、立岡のサヨナラホームランになるんだけども、この回先頭のね坂本が初球打ってセカンドゴロで、まあ野球のねまあ暗黙のルールじゃないけど、俺はもうそんな意味関係ないやろって思うんだけど、なんか初球前のバッターが初球打ったら次のバッター初球打たないみたいなね、変な球数とかっていう変なのがあるんだけどもね、立岡はもう多分初球から絶対振ると思って若干高めのクソボールだったけど思いっきり振りに行ったことがホームランにつながってよかったと思うね。だから俺も経験あるの、まだペーペーの時2003年とかかな、日本ハムがまだ東京ドームの時にミラバルっていうのが投げてて、9回に先頭バッター初球アウトで次のバッターも初球アウトで俺3番目に回ってきて、これ絶対初球は甘めに取りに来るだろうと思って、どうせ負けても一緒なんだからあの初球打ってやれと思ってスーッてきたらガチコーンって言って、その日4打数4安打でレフト前打ったっていうのがあるんだ。だからねもう初球アウトになってもよ、別に初球見逃してストライク取られたら3球で終わるのも1球で終わるのも変わんないじゃんね。だから俺はポンポンって打っていけと思うんだけど、立岡グッとねそれを実行してね、まあ、俺が言ったわけじゃないけどね、あのホームランを打つっていうところでは非常にね思い切ったナイスバッティングだったかなとね。で4月10日1対2でヤクルトね、ヤクルト先発高橋奎二9回120球4安打7三振1四球2デッドボール1失点ね、腕しっかり振れるようになってきたね。しかもストレートと変化球の若干見分けがつきづらい、むしろ変化球の方が腕振ってるイメージあるから、あのカーブとかスライダーとか多分めちゃくちゃ効いてくるね。しかも安定感もねすごい増してきて、これ左のエースなっちゃったかなねっていうところでね、まあ、もう一個素晴らしかったのが9回ねワンアウト一三塁大ピンチ、いやーこれバッター岡本、いやこれ同点はもう仕方ないかっていうところでね、岡本がアウトコースのチェンジアップね若干飛びすぎ際にピッチャーゴロでも大きなバウンド跳ねて、高橋奎二ねジャンプ1番取ってからバランスよくホームへ、しかもここしかないっていうところに投げてホーム間一発アウト、あの守備もグッてね、だからピッチングもよくね、フィールディングもよく、しかもね7回表2アウトからオスナがフォアボールで、交換のレフト前で時にオスナ全力疾走、もうあの全力疾走を見てほしい、セカンド回ってからのあの腕の振りね、見たことない人はもう一回見て、あれでね三塁落とし入れて、そのランナーについて交換もセカンド行ってね、で2アウト2、3塁になって、高橋奎二が9球粘って9球目に粘って粘ってなんとかしっかりやるぞっていうところでね、小林のパスボールねバッとフォークボールかな、ワンパンしてないけど多分落ちると、あんまり落ちないと思ったらちょっと落ちたんだよね、それにミットが反応せず、ね、ここ抜けていってワンパンしないからバッ、それで負け。でもよこの高橋奎二の粘りね、
こういうあっさり終わらないでこの粘りの中で打てなかったかもしれないけどこういうね相手のミスが起こるそこにはねあのオスナの三塁までの全力疾走も生きた高橋奎二の粘りも生きたそれにより相手のミスを誘発したということで投げても打席でもフィールディングでもね非常に素晴らしかった高橋奎二が一勝をもぎ取ったっていうのは非常に大きかったんじゃないでしょうかねということでね今年初のスパイラルグね、もうなかなか出さないですからね安売りはしないですよねということでね、まあ、でも巨人の先発赤星7回121球5安打4三振3四球2失点と、まあ、負けはしたけども非常に安定感あるピッチングであのこう見てて安心感はあるね、まあ、負けたけどね今巨人の先発の中で一番ひょっとしたら安定してる、ね、この大崩れしないピッチャーなのかもしれない、まあ、そういったところではね、まあ、あの負けはついたけども勝ちに等しいね非常に素晴らしいピッチング赤星と、ね、いうところで結果ね2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。さあ続いてマリーグ西武対ソフトバンク4月8日1対8でソフトバンク9日0対0の引き分け10日6対0で西武連敗脱出、ね、1勝1敗1分けというところでしたね。4月8日8対1でソフトバンク、西武先発高橋6回100球10安打4三振無四球2失デッドボール5失点というところで、まあ、全体的に球が高いね。まあ、そこを仕留められるっていうところになったんだけども、まあ、ソフトバンクはねもう柳田の代役大活躍っていうね、まあ、3回表上林がね、ライト前で甲斐バントね、おいなんかバンド名かっていうね最近ハマってるの自分で書いてて甲斐バント、ね、甲斐がバントしたってことです。甲斐バントで三森センター前で野村にデッドボールこれが痛かったね高橋コーナーはで2アウト1塁になって牧原がねレフトへ先制タイムリーで西武もこの裏ね3回裏、ね、ウデンティーフォアボール、で、告げバント、ね、ちょっと回バントにかけてね、告げバント、ね、で、鈴木翔平、ショートへの内野安打、この、ね、緩い打球で、まあ、二塁ランナー、ウーもね、よく三塁行ったなっていうところでは、非常にぐっそうれ、ね、で、ここでね、ショート野村が弾いて、まあ、内野安打になるんだけども、まあ、あれぐらいはね、やっぱ処理しないといけないね、まあ、今宮っていうところがね、いることを考えてもね、しかも、まあ、あれ取ってても内野安打かもしれなかったっていう人いるけど、取って初めてどうかの判断だからやっぱあれぐらいはやっぱ処理しないといけない簡単な打球じゃないけどね。でその後に、岸セカンドゴロセカンド三森、フィルダー消失で同点っていうところでね、まあ、ハーフフライでねちょっとバウンドがちょっとショーバウンドになって三塁ランナーのねウエンティンがちょっとスタート迷って落ちたの見てから走ったから、まあ、多分セカンド三森もホーム間に合うと思ったけどもまあ、間に合わず楽々セーフになったんだけど、まあ、ここはもう判断力だね慣れていくしかない、ね、でその後でオグレディ三振中村ショートゴロとここもう1点セーブが取ってたらこの8日の試合ね、まあ、どうなるか分からなかったんじゃないのかなっていうね、まあ、先発ね千賀っていうところでねやっぱ取れるうちに取っときたかったっていうところでねここ1失点止まりが大きかったかなというね。でソフトバンク4回裏ね、1点取られた後すぐにね中村ライト前で山薙町ねここ普通はバントの傾向ある藤本さんだったらでもヒッティングでしかも初球からレフトへねツーベースでここでレフトオグレディが打球もたもたして遅い、まあ、別にジャックルしたわけでもないし飛んでるしたわけじゃないんだけどもう遅いのもう全体的にで一塁ランナー中村が一気にホームイン、ね、でその後ガルビスライト前で上林がセンター前タイムリーでノーアウト一二塁から甲斐バントの構え、ね、でその中で次がね高めのストレートパスボールバッとだからまあ次の肩持つとすればバントとボールが重なったのかなそれだったらこう動かして見えるようにしようよ、ね、もうプロなんだから、ね、で、まあ、その後甲斐は三振するけども三森が、ね、レフトへ2点タイムリー2、ね、ヒットでこう4点で一気に5対1になってもうこれでね千賀が投げてればもう安泰かなっていうピッチングになってねで西武はねその4回裏、ね、ちょっと千賀が荒れちゃって、ね、外崎フォアボール源田フォアボールここで栗山ここでもしね2点とか返してればひょっとしたら分かんなかったけども栗山2000本安打達成選球眼もいいベテラン2ボールから低めのカットボール結構低いボール球多分1位の3でいったんだろうね空振りここ痛かったねこれ多分見逃してればひょっとしたらフォアボールで満塁になったかも分かんないけども、まあ、結果ねその後163のダブルプレーになっちゃうんだけどもこの見逃せるかどうかがキーポイントだった別にバットまでいかないけど、ね、後者、クリなら見逃してほしかったね。で、9日、0対0、
引き分けということで、もうこれはねもうグッゲームよ、ね、東浜、隅田ね、あの非常に素晴らしいピッチングだったなっていうところもあるしね、まあ、水上ね、あの高リリーフ、リリーフ入ってね非常にいいピッチングした。12回裏もねノーアウト1塁から岸がねキャッチバンド、キャッチャーフライバーンと、これじゃちゃんとやっとかなきゃ、それをね回ダイビンググッてね、だからまあ本当にいい試合ね、ピッチングもそうだし、もうこういう試合はね無駄に語ったためね、非常に素晴らしい試合でしたね。で10日6対0で西武っていうところでね連敗脱出ね、西武先発初先発エンス、5回85球1安打1三振4四球無失点、まっすぐカットボール、カーブ、チェンジアップね、ちょっとシューメーカーと一緒で評価はちょっと持ち越しね、まあ、1安打しか打たれてないんだけど、ちょっと4四球の四球の出し方悪いからこれどうなんだろうっていうね、確かに変化球は低めに結構集まってたからっていうのはあるけども、ちょっと持ち越しだね。でもまあ初勝利よかったね、グッチ、ね、でソフトバンク、ね、5回まさきフォアボール、今宮ライト前で下位ね、543トリプルプレー、守備グッチ、トリプルプレーでバンドできなかったんだよね。で、ツーストライク追い込まれて、ここでバスターの構えで、だってもうバントする構えじゃない、もうバスターの構え、もう打ちますよっていうバントの構えからヒッティングして、まあ、サードゴロになったんだけど、だからサードも全く出てきてないのね。そう考えるとよ、もう俺はもう全部に言いたいんだけど、バンドしてツーストライク追い込まれてヒッティングに構ったら、もうバスターじゃなくていいじゃん。普通に打とうよ。あんだバスターにしても多分いい結果、そんなに、ほぼほぼ見たことないよ。2ストライク後からね、もちろんそれまでだったらあるけども、もう2ストライク追い込まれてからバンド継続のバスター禁止っていうぐらいがいいかもしれない。多分いい結果な、普通に打った方が絶対いいと思うよ。だってバスターの方がいいんだったら最初からバスター打ってんじゃんね。そういったところではなんかもったいなかったなっていうね。で、まあ、まあこのねバンドができなかったのもね、何気にねファーストウネンティンのねダッシュプレッシャーがね大きい。一瞬で画面出てくるからね、パッて、ああいったところのやっぱプレッシャーっていうのがね、バッターにやっぱ必然的にねちょっと気持ちが揺さぶるっていうところでバンドさせないっていうところもあるから、あのファーストのウネンティンのバンドシフトのダッシュ非常にグッチね。で、まあ打線で言えばね、もうやっと打線がつながったかっていうね、もう6安打もうキリがないけど、いきなり初回からオグレディホームランね、で2回、牧野タイムリーヒット、グッと森がね怪我したっていうところで代役ね、非常にいい形、しかも完封ねリレーっていうところで、で5回裏ね、中村タイムリー、殿崎ヒットからウネンティンタイムリーの、山田レフトタイムリーっていうところで打線のつながりもよしと、で6回裏ねオグレディのところでダブルスチール、もうこうなったら何やってもうまくいくね、グッとね、まあそういったところでね、まあこういうのを続けていきたいね、まあこっからだからね全体的にはね。で、まあホークスはね、まあ2安打っていうところで、まあ打つ手なしっていったところかな。まあ結果ね、1勝1敗、1分けっていうところでしたね。さあ続いて、日本ハム対楽天。4月8日0対3で楽天。9日5対8で楽天。10日3対2で、日本ハムサヨナラ勝ちっていうところでね、2勝1敗で楽天の勝ち越しになりました。8日0対3で楽天。ね、楽天先発早川。7回101球、2安打4三振、1四球、無失点と。まあゆったりしたフォームから腕をしっかり振って、まあ、楽に、ね、投げてる感じがしたかなと。だから球速以上にストレートは、ね、ちょっと速く感じてるかも分かんないね。だからまあ言うとね、去年の序盤もこういう感じだったから、これを体力維持して終盤後半までつなげていけるかが課題だね、今年の。まあこの前半のいい感じはね、去年もそうだったんで、まあ、そういったところではね、まあ、これを安定的に投げたいっていうね。で去年苦手だったね、対左っていうところで、まあ、この日はね左のインコースもしっかり使って、左にもチェンジアップを有効的に使いながらしか抑えていったかなと。まあ、しかしまだまあ今年ね対戦成績少ないんだけども、まあ、対右に比べると対左の方が三振少ないから、まあ、そこら辺はねもうちょっと改善していきたいかなっていうね。で、日本ハム先発伊藤、6回110球4安打5三振5四球 1デッドボール3失点と。まあ、ちょっとね制球ばらついて、まあ、状態ちょっと悪かったかなと。まあ、中5日の影響ひょっとしたらあったのかなっていうところでね、まあ、その中で3失点っていうところは、まあ、まずまず試合作れたんじゃないのかなと思います。楽天、3回表鈴木大地押し出しの先制っていうね、だここがねやっぱ伊藤らしくないっていうかね、痛かったところかなと。でここもね隅田にライト前ヒットで、西川の時に、まあ、冒頭ね掘るんだけども、ここね宇佐美ねワイルドピッチなんだけど反応遅いんだよね。このしっかりまず形作る前に当たってるから、腰浮いて当たってるから大きく弾くんだよね。だから全体的に反応が遅い。でもそのね前に弾いた、大きく弾いたけど前に弾いたところをしっかりね見過ごさず反応しきれたね、ファーストランナーの隅谷の走塁、ね、ここ二塁行ったのはね、大きかったかなと。
でその後まあ西川三振で山崎ねライトへのヒットで一三塁になって浅村デッドボール島内三振するけどもツーアウト満塁から鈴木大地のね押し出しフォアボールっていうところは楽天にとっては大きかったけど伊藤にとってはねここまで粘り強くねあの満塁ツーアウトまで来ただけにねちょっともったいなかったかなと。4回表ねここでノーアウト一塁から隅田にねバントでしっかり決めて、ワンアウト二三塁になって西川がねライトへの2点タイムリーヒットでその後ねあの盗塁4個目っていうところでね、まあ、昨年ね楽天になかった足っていうのをねこの使ってこの西川のね打つ方でも活躍っていうのは非常に楽天にね、いいその戦術面も含めていいねプレイヤーで、獲得できたかなっていうところは、ありますね。でまあ一番ね、まあ、問題になったのはね、まあ、3回裏日本ハムね上野初ヒットっていうところがねあったんだけどもねあのワンアウト2、3塁、ね、野村のレフトフライで三塁ランナー宇佐美がホームに帰ってくる前に、三塁にタッチアップしてアウトになって無得点になるバーッと本当ダメです。せっかく初ヒット打ったのにっていうね。だからファイターズファンの優しい皆さんはねあのまだ3年目なんやからって言うけどもう3年目です、ね、しかもプロ野球です、ね、野球はずっとアマチュアから一緒です。昔阪神でありましたね新井貴弘が三塁でねアウトになってギリギリホームに帰ってきてからからよかったねっていうねプレーで城島に怒られたあの光景ねっていうところでね、まあこれ何がダメだったか、まあもしこのねプレーを考察すると、まあワンアウト二三塁ね野村の打球は若干左中間寄り、西川はもう後ろから入ってくるんじゃなくて若干横目に入るしかなかった。で上野の肩を持つならばショートそして、山崎そしてサードの渡辺もホームへの中継に入ったから三塁ベースが空いてた、だから行けると思って走ったんだろうね。でもレフトの西川の今の肩から考えたらあの左中間の打球をああいう取り方していくら三塁ランナー宇佐美でもホームでアウトにすることは無理です、ね、そう考えたらひょっとしたら三塁来るかもって思わなきゃいけない。しかも上野は3年目、去年まで、まあ、1軍と2軍の違いはあれど同じチームでチームメイトだったレフトは西川、ね、西川は何がすごかったか自分の肩じゃさせないっていうのを理解したこと、理解してあセカンドランナーもタッチアップしたから三塁投げなきゃ、ね、三塁投げなきゃギャーン三塁誰も入ってないじゃんみたいな全員中継と思ったところでもう仕方ないから渡辺に投げたんだよね。渡辺のいるところから若干三塁寄りに投げたところでそれを渡辺が取ったら目の前に上野が来てタッチアウトみたいな、宇佐美ホーム行ってないから1点入りませんみたいな感じになったけど、ねまあ、上野の肩を持つならば三塁空いてるから走りましたよ、ねまあ、これはよしとしよう。次やらなきゃいけないことは投げてきたか見なきゃ、どこにレフトがどこに投げてくるんだろうとかこっちに来るのかなどこ投げてくるのかな、そのまま中継に入ったら三塁は誰もいないから普通にゆっくり行ってもセーフね。万が一三塁投げてきたらそのタイミングを見計らって止まるっていうことをしなきゃいけないね。ひょっとしたらそのフェイクでおとりになった走塁になったんだったらねあれを見ないで一目散に行って、ね、渡辺取ってそこでアウトっていうのは本当に大バット、ね、だから走りながら見なきゃ、見てきて止まる挟まれる点入るアウトで最悪しなきゃいけなかったところをあのまま行ったのは本当にダメですね。せっかくヒット打ったのにっていうね。であそこで1点取ってたらひょっとしたら流れが変わってしまう、ね、変わったかもわからない中の結構大きなプレーだったように思います。心が、5対8で楽天、ね、日本ハム先発、カーノ、3回61球7安打2三振1四球5失点とまあ、真ん中に集まってちょっと高めに入ったところをもうそこを通打されちゃったかなと。まあどうなんだろうね、やっぱりリリーフの時は完璧だったからやっぱりリリーフ向きなのかなっていうね。でまあこの日日本ハムはね近藤休みっていうところでねまあ代打に出てくるけどもね前のバッターがアウトになってまあ試合終了でまあ打席に立つ前に終わっちゃったっていうね。涌井5回72球、8安打2三振無四球3失点と、まあ、投球自体は前回対ソフトバンクね負けたけどあの方がストレートも強くよく見えたけどもまあ上出来かなと、まあ、試合作ったしっていうね、ところがあります。で日本ハムはね、11安打も後期に続かずね初回、1得点後にワンアウト1塁から、ワンボールの663のダブルプレー、2回野村ツーベースでアルカンタラ、レフトフライ、ワンボールツーストライク、ここ最悪引っ張ってほしいよね。
まあ、外国人といえどもそういう外国人ができるチームっていうのは強いんだけどね。でレフトフライで進塁できず、ここもね、無得点で、3回も2アウト2塁から、ね、この松本が盗塁して2塁まで行ったけど、ワンボールのライトフライで、まあ、1点取れずっていうところで、まあ、ここら辺でねしっかり1点取れてれば、ね、ひょっとしたら状況が変わったかもなっていうね。で楽天をね3回表4得点一気にするんだけども、まあ、山崎がねセンターツーベース打って、で浅村がね初球ライト前打つんだけども、もう最初から引っ張りにかかってない、まあ、最低でも進塁だ、ね、うまくいけばヒットっていうところで、反対方向を意識した中での強いスイングで、これライト前、これをね初球から最初からできるっていうところに、やっぱりバッターとしての能力の高さ、考え方の良さ、チームとしての状態がね伺えるかなと。だから逆に言うと日本ハムのねアルカンタラ、まあ、そういうところの違いがねこういう結果につながってんのかなっていうところはありますよね。で、まあ、結果的にねこの7回表のね、楽天3得点で、まあ、勝負ありっていうところでね、西川ヒットで、山崎送りバントで、浅村ストレートフォアボールで、島内タイムリースリーベース、鈴木アウトになったけども、マルモレホス、ライトへタイムリーで3点というところで、まあ、ピッチャー宮西、もう完全にスライダー狙われたかなっていうね、西川、島内、マルモレホス、すべてスライダーね、しかも完璧なタイミングで打たれてるっていうところを考えると、ちょっとスライダー狙われちゃったかなっていうところで、まあ、もうちょっとこの逆とね、打ちとかを使っていく傾向はあったかなっていうところだけども、まあ、楽天のね、バッターたちの、その考察っていうかね、読みっていうのが、それを結果にもたらしたかなっていうところでね、8対5、楽天の勝利。ね。で、10日、3対2で、日本ハム、サヨナラ勝ちっていうところで、日本ハム噂は、中4日、5回97球、2安打6三振、3四球無失点と、非常に素晴らしいピッチングね。中4日とは思えないぐらいのいい形のピッチング。ね。楽天滝中、6回89球、6安打5三振、2四球2失点と、まあ最少失点で切り抜けてね、まあ試合もしっかり作れたかなっていうところでは、いいピッチングできたんじゃないのかなと思います。で、楽天の守備っていうところで、4回裏、松本のね、ショート内安打、これショート山崎が取ったんだけど、三遊間深いところから、ツーバウンドスローになってセーフになるんだけど、あれワンバンで投げてたら確実にアウト。だからやっぱさすがにツーバウンドスローはね、正直ダメよ。で、その後、清宮のね、センターオーバーツーベースで1点。で、6回裏、浅間、三塁セーフティーね、ここでピッチャー滝中、なぜファーストベースカバー行かなかったっていうね。で、ファーストセカンドが取りに行ったことによって、ファーストベースから空きで、まあセーフになったんだけど、あのまま滝中がファーストカバーしててもセーフになったかもわかんないけど、なんで途中でやめたっていうね。あれはもう癖で最後まで行かなきゃっていうところでバッとね。で、その後ね、アルカンタルにライトでね、タイムリーヒットを打たれて、結果ね、失点してるっていうところで、そういうね、ちょっとしたミスが失点につながって、結果ね、最少失点差で負けるっていうところの守備はしっかりしなきゃいけないかなと。で、日本ハムの守備はね、逆に、7回表、ノーアウト1塁でね、辰巳、送りバント、これ普通のね、まあ、セーフティーの構えから普通の送りバント、これをね、キャッチャー宇佐美が、ファーストって指示出してんのに、ピッチャーの上原がなぜかサードを見て、でワンテンポ遅れてファースト投げて、辰巳の足が勝ってセーフになってノーアウト満塁で、この後ね西川のライト前2点タイムリー、ね、同点タイムリーが起きて、なぜキャッチャーがファーストって言ってるのにサード見るんだよって、俺がキャッチャーだと思うバカかってね、俺が選手だったらね、今はそんなこと思わない、俺が選手だったらバカかって俺は思ってた、ロッテの時ね、今はそんなこと思わない、でもバッとやっぱキャッチャーが指示してるんだからね。で、それ指示が聞こえなかったっていうんだったら、宇佐美のはもっとでかい声を出さなきゃいけないっていうところがあるけども、ちょっとね、両チームともその守備っていうところのね、確認作業、ベースカバーっていうところのね、ちょっとミスがね、失点につながったかなと。で、この試合ね、最後近藤がね、それまで8打席ヒット打ってなかったけども、最後ね、松井裕樹のカーブをセンターオーバーバックね、ツーベース、サヨナラ打って勝つんだけども、この試合なんとね、打線コーチが組んだっていうね、ところで1番浅間、2番松本、3番近藤、4番清宮、5番アルカンタラ、6番野村、7番ヌニエス、8番宇佐美で、9番上野、これがいいんじゃないね。今ある中でまあまあバランス取れてるよ。しかも1番浅間が3安打、2番松本2安打、チャンスを作って近藤、清宮、アルカンタラっていうところの3人が1打点ずつで、浅間、松本が1盗塁ずつして、で下位の野村ヌエネスというところも打ちながら、まあ、9番の上野も打って上位につなげる、この打順がよくな。で、コーチ打順グッド、ね、勝つ野球、はい、っていうところで、結果、2勝1敗で楽天の勝ち越しっていうところでしたね。さあ続いて皆さんのお待ちかねっていうところでね、ロッテ対オリックス、
4月8日5対0でロッテ、9日、2対4でオリックスで、10日6対0でロッテ、ロッテの2勝1敗の勝ち越しというところになりましたけどね、4月8日、5対0でオリックス、ロッテ先発石川8回111球4安打3三振1四球無失点と、まあ、ストレートをしっかり投げてシンカーを生かすっていうね、で制球力も抜群というところでもうね、ここまで無失点非常に素晴らしいピッチングが続いてます。オリックス先発山岡、7回89球4安打3三振1球1失点、1四球1デッドボール2失点、ね、まあ、多彩な変化球緩急つけて、ね、球数も少なく非常にグッピッチだったけど、まあ、7回ね、佐藤にチェンジアップセンター前でマーティン縦スラが浮いてライトへツーランホームラン、ちょっとこのね佐藤とマーティンへのこの縦スラとチェンジアップが高く浮いて失投になったところを、まあ、佐藤マーティンが見逃さずったっていうところも素晴らしいけども、若干山岡ねそこが悔やまれる。でも全体的には非常に山岡も素晴らしいピッチングだったかなと。あとねロッテ8回裏がね、まあ、去年の攻撃を見るような真骨頂っていうところで、まあ、先頭ね高部はアウトになるんだけども、藤岡レフト前、安田がライト前でワンアウト一三塁、ここでね安田に代わってダイソー岡で、レアードがセンタータイムリーヒットを打って岡がそのまま三塁行って、で次の打席で佐藤で、ファーストランナーレアードに代わって和田で、そこでね和田が盗塁して、で佐藤がライト、センターへタイムリーヒットっていうところで一気に3点取るんだけども、まあねこれ勝ってるから、まあ、そのままねもう延長ないだろうって言って、まあ、去年みたいにこうバンバン出してくるのがロッテのね去年の強さだったところで、まあ、今日はね勝ってた中でさらに点を取るっていうね一番使いやすいパターンだったけども、これが劣勢だったり同点の時に延長も含めてどこまでこういう起用を思い切ってできるかが今後のねちょっと勝負ポイントになってくるかなと。若干ね開幕してから延長っていうところに部がね悪いっていうところを考えるとね、こういうのがどこまでね今後もできるかっていうね、去年の戦い方でも延長あるのとないのとの違いはあるけども、こういったところがね、まあ、去年の野球見てるみたいだなっていうところで、延長を含めた今年でどこまでできるか今後勝負だね。その中でオリックス8回表ノーアウト1塁まだこの時点では2対0、先ほどのね怒涛の攻撃の3失点っていうのはないね。でここで、バッター義母ねセーフティー気味のバント2度やってファールで、その後ショートフライね、いや、まあ、まずね構えんの遅い、立ち遅れしてるバントに、であと、まあ、こうすっごい大事なバントなわけね、2対0で8回表、ね、一気に同点いきたいってなった時にファーストストライクはもう、ね、いいよ構えてからバントで、ワンストライク取ってしかも若干そこ立ち遅れしてたら次の球はもう最初から構えとくか、もっと早く構えよね、そうしないともったいない。正直ねオリックスにとったらここがねキーポイントだったと思う、ね、で結局ここも得点になってその後3失点になってるからね、そういったところはやっぱり細かいことだけどね、その前にねコインコースの難しいところヒット打ったんだからね、やっぱそういった細かいところもやっぱ試合出るためにはやることが必要だね。で4月9日、2対4でオリックスっていうね、オリックス先発山本7回122球9安打9三振5四球1デッドボール2失点と、まあ、風も相当強くてねコンディション悪い中、まあ、制球で苦しむけども、まあ、なんとかね勝負どころ投げ切ったなと、まあ、あとやっぱり去年ねシーズンで言えば5月19日昨年2021年の5月19日にロッテに負けて以来、まあ、負けてないっていうところでね、まあ、そのロッテ、まあ、多分対ロッテに対して多分警戒心も相当他の球団に比べると高いと思う。だからやっぱりそのコース狙わなきゃとかね甘くなったら困るっていうところの、まあ、風もあったけど5四球1デッドボールに俺はつながってると思う。でしっかりね9安打も打ってるっていうところもあるしね、そういったところでやっぱりこうずっと見ててもロッテに対して一番ちょっと嫌な感情が山本はあるんじゃないのかなっていうようなピッチングにねこの試合は特に見えました。でロッテとしたらね1回3回4回5回6回7回ピンチね、オリックスからピンチ、ロッテからしたらチャンス、ね、ここを山本はね 2失点で踏ん張るっていうところがねまあさすがかなっていうね、逆にロッテは本当勝てるチャンスあったよっていうね、これ1回ね先制点取るんだけども、まあ、ワンアウト満塁からマーティンのね、ギヒ、その後安田がね三振で3回ワンアウトから藤原ヒット、佐藤アウト、レアードヒット、マーティンフォアボール、ツーアウト満塁から安田が三振で4回、ツーアウトね1、2塁から、藤原三振で5回、佐藤フォアボール、レアード三振、マーティンセンターツーベースで、これね一塁走者がホームにアウトになるんだけど、これはね後でゆっくり解説します、ね、でその後安田フォアボール、デイジバリアがねツーアウト1、2塁からセカンドゴロで6回、ツーアウト1、2塁から佐藤空振り三振で7回、レアードホームラン打って、
エチェバリア2アウトから2ベースで福田光輝ね、セカンドゴロっていうね、チャンス得点圏にはいってるからね、ここで1本出たら勝ってたかも分かんない、逆にそこをねしっかりしのぎ切った山本はさすがね。でオリックスはね5回、佐野皓大ねレフトへ3ランホームラン、グッとこの1本でね山本に勝ちをつけたっていうね。まあ佐野時点はねその3ラン含む5打数3安打3打点っていうね。で杉本ロッテキラーだけど3打数ノーヒット、まあ昨日もね佐々木朗希代打出てきて三振っていうところで、あら昨年のロッテキラーの杉本が全く打ってないぞと、本当に調子悪そうだなっていうところはありますけども。でロッテの先発大島ね、7回88球4安打3三振2四球3失点、もう5回だけだからね、この佐野に一発だけ、もうあとはね非常に素晴らしいピッチングだから、まあ元前をね投げさせてここで週末持ってきたけど、ここも勝ちたかったなっていうね。でピッチャー鈴木ね、8回2四球含み1失点だから、前回もね押し出しあったけども、まあ、この制球力っていうところをねやっぱもうちょっと磨いていかなきゃ、もったいないね、このフォアボール連発で失点っていうところはね。でその中でね一番の考察、5回裏ねワンアウト一塁から一塁ランナー佐藤マーティンのねセンターツーベースで福田太田若月でホームアウトにするんだけども、ここで一番素晴らしいのは、まあもちろん福田太田の中継も素晴らしい、でも一番素晴らしいのは里崎がこのチャンネルも含めてずっと言ってること、これをねぜひ動画で見てほしい、一番理解できるね。ホームのクロスプレーは選手の手とか足にタッチしに行っちゃダメっていうね、ホームのところに置いとけば来るんだからっていうね、手とか腕にタッチしに行くから先に入っちゃってセーフになるんだよって何回も言い続けたけど、若月グッと ね佐藤がホームにスライディングしてくるけども、若月は取ったら佐藤にベースしに行かなく、ね、あもうベースの上にミットを持っていってタッチと、結果佐藤はベースを触ろうとした時にミットがあるから触れなくて、結局ホームをタッチできなくて回り込んで素通りみたいな、で結局若月がタッチしに行ってアウト、ね、これも全てベースの上にタッチしに行った結果、あれもし手とか体にタッチしに行ってたら多分入られて、もしくは避けられて完全にセーフだった。そういったところではこの若月のあのホームへのタッチっていうのはもう全キャッチャー、日本のアマチュアも含めて全キャッチャーが真似をしなきゃいけないタッチの仕方ぐらい素晴らしかった。ぜひ動画を見てない人は見に行ってきてくださいね、若月グッズね。さあということで皆さんお待ちかね、4月10日6対0佐々木朗希完全試合達成おめでとう、ね、13連続奪三振、1試合19奪三振タイ記録えぐい ね9回105球、0安打19奪三振無四球無失点完全試合、28年ぶり槙原さん以来、ね、21世紀になって初めて見たね、あの完全試合、槙原さんの時まだ俺プロ入ってないからね。まあこの日の試合、まあキャッチャーのね、まあ、松川もね非常に、まあこの佐々木朗希とね共同作業で良かったなっていうところで、まあ一番のねこの配球面の良かったところを考えるとね、やっぱり今の、オリックス打線ね、まあコロナもあっていなくなった選手もいるけども、やっぱ吉田がねやっぱ一番のキーポイント、その中で1打席目ね、あのストレートでフォークで三振、で2打席目ここがポイント、カーブフォークここ、昨日カーブ多分3球しか投げてないんだけど、その中の2球を吉田のところに投げて、で最後三振に取って、でまっすぐがほぼないんだよね。で3打席目1点変わってストレートストライクで、ストレート2球続けてボールで、2ボール1ストライクからフォークストライクで、2エンド2からバー頭には吉田変化球あると、で最後はインコースストレートで見逃し三振っていう、この 1,2,3 打席の横のつながりっていうところの、あの配球っていうのは非常に素晴らしかったかなっていうね。だこういったところをまあ考えてできるっていうところは、まあ一つ一つのことをやってるんじゃなくて、まあ縦軸と横軸をしっかり考えながら配球できてるのかなっていうところでは、この昨日のオリックスのその27個のアウトの中で、まあこの3つのつながりっていうのは非常に配球面でも素晴らしかったかなと、思います。でね、あのよく言う取材とかも来て、リードも素晴らしいですよね、今日はうまくいきましたねって、リード素晴らしいですよね、いやだから今日はうまくいきましたよね、えどういうことですか、いや今日はうまくいったっていう、完封したからそのピッチャーが
そのキャッチャーがリードがいいっていうこともないし、じゃあ10点取られたからってそのキャッチャーのリードがヘボっていうこともないじゃないですか。優勝したからリードがうまいっていうこともないし、じゃあ最下位になったらリードが悪いんかって言われたらそういうこともないじゃないですか、ね、リードっていうのはもうこれいちいち記者の人に説明です、講釈垂れるからね俺も。リードっていうのはね、その日うまくできたかうまくできなかったか、別にできなかったからって言ってヘボでもないし、できたからって言って別にあのリードめちゃくちゃうまいねっていうこともないと。これを毎日良かった悪かったを経験しながらアップデートして知識として持っていくだけで、そのうまくいったうまくいかないっていうのが大事であって、その一つを取ってすごいいいよっていうもろ手を挙げて褒めることでもないし、全然リヘボいよっていうこともないっていうのがもう俺のスタンスだから、今日はうまくいったねっていうね。だって明日もし10点取られたらじゃあどうすんねんって話じゃん ね。夢ないねって言われるけど俺はもうそういうタイプなのね。というところでね、でも本当このね吉田のこのつながりっていうのは非常にこの変化球ストレートっていうところをね、相手の意識を考えながらできたね、非常に素晴らしい、配球だったかなと。で昨日の佐々木朗希ね、ピッチング、考察してみてですね、まあ何が違うかっていうところではね、まあ今年だけで言うとこの、3回目の登板になるけれども、まあ数はあるけれども圧倒的に少なかったのがその対角線、右バッターのアウトコース、左バッターのインコースの対角線のストレートがシュート回転して甘めに入ってくることがほぼほぼなかったね。来ても高めに外れたりとかボールになってたのは大きい。あとはやっぱコントロールが両サイドストレート非常にね、多くの人は球速ばっかり言うんだけども非常にコントロールが良かった。で変化球にしても初戦楽天戦の開幕、本人にとったら開幕戦の登板になった時はやっぱり変化球が高めに浮いて、まあ、三振も高めで取ってたんだけど、最初5者連続かな、変化球も高めに浮いて、で結局まあ負けはつかなかったけども、一時負け投手になってしまうかも分からない、打ち込まれたのも高めに浮いた変化球だったけども、まあ、この日はね本当に変化球も低めに決まってたし、コースにも決まってた、でストレートも決まってて、っていうところで、まあ、この結果にねつながったなっていうところもあるし、オリックス打線から考えるとストレートにもほぼほぼ全員タイミングは全く合ってなかったから、もう前飛んでなかったしね、多分引っ張った打球ってなかったんちゃうかっていう。でもうストレートタイミング合わなかったらもうほぼほぼ打てないのね。でそういったところでも迷いながら振っていくっていう形で、まあ、結果19個の奪三振、くしくもその同じ待機録野田さんが19個三振取ったのもマリンっていうね、やっぱマリンはね三振取りやすいのかもっていうねところはあるけども、この完全試合一番緊張するのはね野手なのよ、ね、でも19個三振だから飛んだの8回ほっとしただろうね、飛んでこないんだから。だから野手に優しい完全試合だね。しかも最後エチェバリアとか藤岡のゴロもだいぶお気に入ってたからね、投げんのそれビビるよね。あと松川もビビると思うよ、振り逃げもダメだからね。だから三振中9個で一番きついキャッチャー松川だからね、振り逃げ許されないからね。そういった意味では野手の人も非常にねプレッシャーのかかる中、よくねこの佐々木朗希がねピックアップされるのは当たり前だけど、松川含めて他の野手もね全員ピックアップしてほしい、この緊張感で。やっぱこの完全試合の何が素晴らしいかっていうと、やっぱフォアボールもダメだからね。だから今までノーヒットノーランっていうのは多くの投手陣たちが達成したけどけども、でなんでできなかったのかっていうと、まあ、エラーもあるけどフォアボールっていうね、でこのフォアボールのなさっていうのが、まあ、昨日のね佐々木朗希の制球力が抜群なところを、まあ、なんていうのかな、特徴が出たかなっていうところと、1回後藤俊太かな3ボールになったけども、まあ、そこからもね簡単に歩かせないでストライクで勝負できたっていうところもね非常に大きかったかなと。だからまあ松川含めてね、こう野手陣ね、エチバリアも藤岡もね中村もね、野手陣全員も一緒に称賛してあげてほしい。尋常じゃないプレッシャーある、自分の記録じゃないだけにね。俺も1回フルアで9回2アウトから最後打たれちゃったけど、人の記録だけど尋常じゃない緊張感あったからね。あとロッテからすると完全試合1回されかけてんだよね、中日の川上健進さんにマリンで9回2アウトまででバッターイスンヨプ3ボールになっちゃってね、多分ノーヒットノーランだったらされてたけど、完全試合だからストライクに投げなきゃいけないっていうねところで、ほぼど真ん中投げてスンちゃんに多分バックスリンかなんかホームラン打たれたんだよね。で健志さん言ってた、まあ、完全試合どころかもうノーヒットノーランも完封もなくなったやないかって言ってっていうぐらい、やっぱ完全試合っていうのはやっぱ難しいね。それをこの28年ぶりに達成して、まあ、それをね
見れたっていうのはね、皆さんにとって非常に大きかったなっていうところもあるし、まあそれができたっていうのもね、そういった違いの中で生まれた。しかもね、今佐々木朗希はホップステップジャンプでいうとステップの段階だからね、まだ発展途上だから、今が完成体じゃないからね。まあ1年間かけてね、試合で投げないでトレーニングして作って、で去年はまあね、去年で何回も言うけども、まあ、一発の破壊力っていうのはもう十分分かった。でも中10日空けたり自分のコンディションを完璧にした中で投げていった。でもプロのローテーション投手っていうのは、まあ、中6日ローテーションを守りながらやっぱ試合を投げていくっていうところが、まあ、一番課せられるところで、今年はだからホップの段階が終わって次ステップね、中6日で投げてローテーションを守っていく作業で、ここまでね、まあ、この完全試合も素晴らしいけども、まあ、一番僕が素晴らしいと思ってるのが中6日を守って日曜日曜日曜で投げてきてるっていうね。でこの今年の一番の課題を継続する中でこの完全試合というのを達成したホップステップで、これが1年間通してできたらもうあとはジャンプするだけっていうね、どこまでジャンプするんやみたいなね感じになるけども、まだこれ発展途上だからね、完成形じゃないっていうことを考えたら、ひょっとしたらノーヒットノーランね、複数回完全試合っていうのも今後達成していく可能性もねあるかもしれないっていうところは、まあ楽しみも多いし、ロッテはねスターは多かったけどスーパースターがいなかった中でスーパースターが出てきたっていうのは球団の価値も上がるしね、入団した時は俺はこの動画で何回も否定してるけども、あのロッテは育成力ないんちゃうかみたいなね、俺は言ってたよ、12球団で育成力ない球団なんてないんやって言ってね、育成力ないコーチはいるかも分かんないけど球団はないって言って言ってるけど、育成力ない球団ロッテ大丈夫かみたいなね、ほら育成力ない球団なんてないんだからね、よかったですねロッテの皆さんもね、今後そんなこと言われなくて済む。まあでもね、こっかまだ勝負始まる、ホップステップの段階だから怪我しないようにね、まあ、今後も頑張ってほしいと思うし、開幕前に佐々木が言ってたこと忘れないでよ、元気で頑張れば奪三振王は取れるって言ってますから、はい、っていうところでね、まあ、非常に素晴らしいピッチングだったなっていうね。あとはこのね6回裏の満塁でね、まあ、松川のセンターオーバーの、まあ、フェンス直撃、このね、タイムリーツーベースね、あのバッティングが常に見たいね。ああいうなんかコツコツじゃなくて、ああいうしっかり振ったバッティングの中で追い込まれたりして今までの右打ちっていうのが大事になってくるわけで、ああいうしっかりと振るバッティングで確率を上げていきたいね。そうするともっと魅力的な選手になっていくんで、あのセンターのバックスクリーンは、まあ、このね記録を達成するためにも大事な要素の打点だったけど、松川の今後を占うためにもああいったバッティングっていうのを続けてやっていってもらいたいなと思いました。ということで佐々木のね考察ですね。結果ロッテの2勝1敗で勝ち越しでした。今日ピップさん5個張ってるからね、ピップやる基盤5個張ってるから、腰5肩2張ってるから、マジきつくて、あの移動が結構来てるね。それだってもう2時間半かけて大阪行ってよ、でその後タクシーで伊丹行ってよ、で飛行機に乗って1時間仙台空港行ってよ、でタクシーで1時間また仙台市内の会場まで行って、でその後ホテルで寝るけどお前試合チェックしなきゃいけないから、お前寝たの2時やで、寝たの2時で7時に起きてよ、でまたあの飛行機で仙台空港まで1時間かけて行って、で飛行機で羽田1時間飛んで、でそこから横須賀まで1時間ちょいかけてバッタクシーで行って、で終わってからまた帰ってくるみたいな、タクシーは迎えに来てくれたから車だ。でお前新幹線お前2時間半試合見てチェックしてよ、ずっとお前席で気づいたら京都越えてたっちゅうね、ああもう着くやんっつって、おやっと終わった、ああちょっと休憩か、あれあれどこやここ、京都やんみたいな、もう着くやんみたいな、お前どんだけ集中してやってんねんって全然休み、しかもお前そんで仙台に飛ぶやん、でさすがにそこ寝たわってで飛んで、次の日仙台から羽田空港、前の日の試合のやつみんな見て書かなきゃいけないじゃん、見たのは見たけどもう元気ないじゃん、夜見ただけ見て寝て、で起きてもう一回見てみながら書いてみたいな、もうそっこつく羽田にもう着くやみたいな、こういうテーブル上げてくださいみたいに言われて、ああすいませんちって膝の上で書いて、死ぬわその上お前佐々木朗希の早く出せちって死ぬぞ、出せませんかって出さねえよお前ちって殺す気かちってどうせ明日総チェックするんだから待て待てちってね、それで愚痴を挟んで、さあということでね、ベストライン
発表していきましょう。セリーグからピッチャー阪神西、チームの連敗脱出、チーム初勝利完封。キャッチャー中日木下、やっと打ち始めた。ファースト広島マクブルーム、ウェストバージニア大学。セカンド中日阿部、岩手出身一ノ関一高。サード広島坂倉、週間キー9安打。ショート巨人坂本、キャプテン。レフト広島西川、リードオフマン。センター中日大島、現在首位打者。ライト阪神佐藤輝明、厳しい攻めの中4番としてしっかり頑張ってます。あとはチームが勝つだけです。今日から新設項目があります。リリーフ賞、今年からですね、特別賞はもう廃止します。限りないんで、その中でピッチャーにやっぱ先発だけじゃあれなんで、リリーフ部門っていうのを作ってですね、ベスト10っていう形でですね、ピッチャーリリーフも表彰していきますね。リリーフヤクルト田口、グッドリリーフ。先週分です。リリーフ巨人桑原、グッドリリーフ、ね。パリーグピッチャーロッテ佐々木朗希、ミスターパーフェクト。キャッチャーロッテ松川、ミスターパーフェクト。いや、キャッチャーもミスターパーフェクトって言っていいんだよ、一緒にやってるからね。ファーストオリックス佐野皓大、山本和志、一発で受賞。セカンドソフトバンク三森、青森山田高校出身、埼玉から越境留学してます。サード楽天鈴木大地、マルチプレイヤー、どこでも守備守ります。ショート楽天山崎、猛打賞、バンドしっかりしましょう、はい。レフト楽天西川、躍動中です。センター日本ハム浅間、連続猛打賞。ライトロッテマーティン、イエスパーティン。 DH ロッテレアード、寿司ボール。リリーフ部門日本ハム北山、2勝です。先週分はソフトバンク又吉、ソフトバンクで大活躍。はい、ということでね、やっと終わりましたね。なんかあれ、もう74分愚痴も言ってるから、申し送り事項見たいですか。巨人 DeNA ね、 DeNA ね、お休み中でもちょっとね、沖縄で試合でもちょっと抜けてる選手多いからね、まあでもチャンスに捉えてね、選手は頑張ってほしいし、巨人はね、どこに勝っても一勝です。このチャンスを逃すなっていうね。ヤクルト対広島ね、広島首位絶好調だから、ヤクルト気をつけてよね。広島はね、今のまま続けていきましょう。はい。中日対阪神ね、阪神の皆さん諦めるな、頑張るぞ。ファンの皆さんもね、中日しました、休んでいましたけど、チームは好調ですね。虎さん寝てますからね、しっかりドラゴンで空舞いましょうね。続いて、楽天対オリックスね、オリックス、ね、楽天の皆さん、オリックスちょっと完全試合されて意気消沈してますから、叩き潰しましょう。オリックスの皆さん、完全試合されても一敗は一敗ですよ、気持ち切り替えて。西武対日本ハム、西武の皆さん、やっと打線がつながってきたからね、相手日本ハムですけど、ガツンといっちゃいましょうね。もう伊藤と噂は中少なくして投げちゃったから来ませんよ。日本ハムの皆さん、打順はコーチが組んでいきましょう。長崎でソフトバンク対ロッテ、ね、ソフトバンクの皆さん、完全試合して勢いに乗ってきてますよ、壊れないようにしてくださいよ、ね、ロッテの皆さん勢いに乗っていきましょう、ね、うん。さあ、ということで終わりです。皆さん、今年もね、今年じゃない、今週もね、エンジョイしていきましょう。今日ね、月曜日、佐々木ゆっくり休みます。あたしゃ。